日本東京都文京区小石川小石川は東京都文京区の町名、または旧東京市小石川区の範囲を指す地域名である。東京都文京区のおよそ西半分を範囲とし、江戸、東京の山手を構成している地域の一つである。小石川は、芝、麻布、赤坂、四谷、牛米、本郷と並ぶ、東京山手の外郭をなすエリアである。 おおむね東京急市内で定置に比べ、高台を多く占める旧区分を山手としている。そのため、旧小石川区に属する小石川地域は山手にあたる。本郷区との合併後も住居表示実施以前は、小石川町と旧小石川区内大半の町が小石川を干渉していた。現在は、町会、警察署や消防署、税務署等の管轄などで、当時の区、 境や町境を継承している。こんにゃく園まで知られる、源の里市寺、伝通園など所在。小石川高楽園は高楽に、小石川植物園は白山に所在する。石川拓木、高田露伴がこの地に今日構えた、文京一帯が、北条氏に支配されていた、当時の文書に、小石川の地名があった。江戸時代、武蔵国豊島郡小石川村は、江戸の北辺に位置し、 その多くは、電通院の事業であったと伝わる。小石川の名は、電通院の前の川に、小石や砂が多かったことからついたとされる。1878年に成立した東京15区の、小石川区は八千台町、柳町、富坂、初根町、竹林町、久方町等の地域をもって成立した。方兵交渉を抱える小石川区は、明治中期以降の産業化によって、 1889年の町村政志向とともに、旧小石川区の一部と、北豊島郡の小石川村、増志ヶ谷村、菅野村、高田村のそれぞれ一部が合併し、新しい東京府東京市小石川区となった。また、旧小石川区の一部と、北豊島郡小石川村の一部は、北豊島郡高田村に、さらに旧小石川区の一部は、北豊島郡菅野町に合併された。 1947年、本郷区と合併し、文京区となる、小石川地域南東部に位置する、その大半が住宅地である、現行行政地名は、小石川1丁目から小石川5丁目、住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、小石川2の9の13の地点で84万7千円、平方メートルとなっている。 2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。行政、編集教育、編集企業、編集観光、編集鉄道、編集路線バス、編集道路、編集、ありがとうございます。